印象的だったのは谷本ちゃん、椿ファクトリーの谷本亜美ちゃんがすごくお尻フェチというかなんていうのフェチではないか、もうちょっと活動停止しちゃったんですけども、もともとベリーズ工房の須藤まさちゃんがすごい人のお尻を触る子だったんですよ。なんかこう喋りながら人のお尻をスーッと触ってくるちょっと変態な部分がありまして、でそれを継ぐなんかマーサ2世が谷本ちゃんだということに気づいて、私はちょっと逃げますけど、私うちのメンバーでいうとキュートの鈴木愛理ちゃんとかは結構お尻触られてるみたいで、はい、すごいなと思って、なんかね、そのちょっと人のお尻触る勇気とか、しかも先輩のお尻触る勇気とかあんまないじゃないですか普通。でもね、すごい全然物おじしない、しかも不思議な子で、なんか独特の雰囲気を醸し出してて面白いなと思って注目してました。